はい皆さんこんにちはレック専任講師の平野ですそれでは土地家屋調査士って何っていうタイトルでガイダンスの方を始めさせていただきます、えー、まず土地家屋調査士どういうイメージをお持ちかっていうところなんですが、えー、よく私土地家屋調査士のここ講師をさせていただいているんですがそれ以外に土地家屋調査士事務所も経営しておりますその中で皆さんによく相談されることがありましてまず一つはうちの土地建物 いくらで売れますかっていう相談を受けたりするんですけどもあそれちょっと違うわっていうわい感じなんですねまた数年前からね建物の耐震の構造とかが話題になったこともあるんですけどもうちの建物地震大丈夫でしょうかっていう相談を受けたりすることもあるんですけどもそれもちょっと違うなっていうところで不動産の価値判断なんかするところでは 不動産屋さんの業者であったりとかまあ資格でいうと宅建であるとか不動産鑑定士さんなんかが関与するところもあると思いますで、耐震構造っていうと建築士さんが判断したりすることが多いと思いますねで、土地家屋調査士というとどんな仕事をしているかというところなんですけどもその土地建物これを日本の法律では不動産と呼んでるんですけどこれが どこにあってどんなものでどんな広さなのかっていうところを法務局に登記っていうのがされているんですけどこれに関する仕事をするっていうのが土地というところなんですよでこの登記って何かっていうことなんですけど日本ではこの土地や建物不動産というものが比較的高価なものだという考え方をしています。そこでこでの土地建物に関する トラブルは社会問題となるつまりその当事者だけで済まない問題となって周りを巻き込むような問題になるだろうというところでこの土地建物については国としてもトラブルが起こらないように何かしないといけないでトラブルが起こらないように取引をしようとするとお互いに慎重になって経済活動がこう鈍化してしまいます。 でこれも良くないしどん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 経済活動してくださいということになるとトラブルがより発生する可能性がある。そこでこの土地や建物について登記書にはその土地・建物がどんなものでどこにあってそして誰のものどういう人々の関わりがあるものかというものが登記されています。でこのされていいるという事実はどななたでも必要な費用を 出してるることができるつまりこんな土地建物が欲しいなと思ったらそれが誰にどんな人が関わっているものなのかっていうのを簡単に調査することができるこれによって安全でかつスムーズに不動産に関する手続きができるこれが不動産登記制度ということなんですよ。 でこの不動産登記制度に従って登記されていますこの登記には大きく分けてその土地や建物の元凶ですねどんなふうになっているのかそして誰のものなのかっていう大きな2つに分かれるわけなんですよ。でこの、えー、例えばここに建物があってこれが誰の建物 どんな建物という分かれましたこのどんな建物というのを関わるのが土地・家屋調査士で誰の土地・建物というのを関わりをするのが司法書士さんということなんですよ。でつまり土地・家屋調査士というのは法務省の管轄する法律手続きをすることが仕事なんですねただ法律手続きとと言いいましても土地や建物というね。 不動産を物理的に調査することが必要になるのでアウトドアの測量などを行うダイナミックな作業とそれについて法律的な手続きを行うという事務所で行う綿密な作業っていうこの2つがあるというのが特徴的な資格と言えると思いますね。 マークシートで卓一を行いますで書式っていうので図面を書いたりするんですけどもこれあの外でのアウトドアでの活動を図面,図面上で表したりとかその書式の中で表現したりするものなので数学的な知識も問われるというところがその特徴っていうことが言えると思いますね。 土地家屋調査士の業務内容仕事について簡単にお話ししていきたいと思います、えー、じゃあ建物っていうのと土地っていうのを大きく2つに分けて考えていきたいと思いますねではまず建物ですね建物ある建物が新築されましたではこの建物を登記してくださいという依頼を受けたときどのようにするかですね開き、えー、ましてここにちょっと現地調査ということでなんか建物みたいなものを測ってますけども 要は、えー、普通の一戸建てぐらいの建物でしたら、えー、実はこのようにここでやりますようにコンベックスと言われている5メートルぐらいの、まあ、巻尺ですねこういったもので建物の形状を測ったりします。ね、でこれを現地で作業して どこをどんなふうに測るかっていうのは試験にでも問われる部分なんで、ま、たガイダンスの中でお答えしていくことが難しいので今は割愛しますがこのように現地で建物の形状を測ったりしますでこれ測りに行く前にその建物が建っている土地なんかのコンディションを法務局で調べるんですけど、まあ、今現在はネットでインターネットで登記情報なんかで事務所でも調べることができます。 でその調べた条件をもと今見ていただいたように建物をコンベックストで測りますそしてその成果を事務所に持って帰って図面を作ったり建物の、えー、種類構造を調べますそして床面積を計算しますそれを申請しますえ登、ー、記申請すると大体1週間以内ぐらいで完成します、ね、っていうので 完成しましたって納めますっていう感じなんですよで、それに比べて今度土地の仕事を行きましょうかねある土地がこの教室ぐらいの土地があったとしますそうするとこの土地を2つに分割するような手続きを依頼されました2つに分割する時ってどんなのがあるかと言いますとちょっと広い土地持ってて半分を売るあるいは半分のところに建物を建てるこういった 手続きは考えられますでししょうかねで土地の分泌の分依頼を受けましたそうすると、えー、まずその土地についてのコンディションを先ほどの建物と一緒のように登記情報などを検索して調べますで建物と違いまして今度はその土地だけではなくって周りの土地についてもいろいろ情報を調べてないといけないということでちょっと調査項目増えてかかる経費もちょっと多くなります。 で現地行って測量しましまょう今度はこんなふうに、えー、コンベックスを使うんじゃなくてこのように、ねえー、三脚に立ってこうやってちょっと覗いてますけども、えー、測測量量機械を使って測量しますでこれ中には分度器と光が走って距離が分かるいう仕組みになってまして要はある この機械を立っているところからある側点までの距離と角度を求めていくことでその土地の面積がわかるということでねこれ覗いている側でこれを受ける側はこんなふうにここにちょっとねここにボールがあってここに小さいここにミラー立っているんですけどこれに先ほどのこれの指順を合わせてここを見るとそうすると。 この機械の立っているここからここまでの距離が分かりますよっていう仕組みになっているでこれらを組み合わせてある土地を測量してい,ますいきます、まあ、測量するのにどのぐらい時間かかるかなっていうと1戸建てぐらいの面積であれば大体まず1日ぐらいですかねかかって測量しますでそれを事務所に持ち帰って図面を作ります。 先ほど建物はこの後申請に向かったんですけど土地の場合はその測量した点ですねこの測量している点が境界と一致しているかどうかというのを周りの土地所有者さんに確認していかないといけないというところで東京を調べた周りの土地所有者さんに順次 この境界がここであってますかあるいは先に境界があっていることを確認した上で測量するケースもありますがいずれにせよ周りの土地所有者とのその辺の境界関係を整合していかないといけないで、これを整合されると今度その、えー、この境界でいいで,、ね、いいですねっていう図面を作ってハンコもらったりするんですよで 土地の仕事ではこの部分が大変なんですけども現地で確認いただいたりあと書類に判断もらったりすると。で、えー、今時なんですけど外出規制がある中でこのような作業がスムーズに進むのかどうかっていうところも少し触れさせていただきますとまずこのような測量の作業なんですけど。 まあ比較的まあこれに対する移動するっていうのには問題あるかもしれませんが作業者間で距離がと取れてますしあの屋外でやるということである程度できるのかなっていうことでね相方がこっちにいますけどもね。でただ今度隣接の所有者さんとここで間違いないですかなんていう立ち会いというものが行うことができるかなんですけどもえ調査士会なんかでも 伸ばせる限りやっぱり先に伸ばして立ち会いというのの実施については今は自粛しましょうという時もありましたただねこの自粛したところでいつまで伸ばせるかわからないという問題がまずありますねではそんなマイナス面ばっかりかというと実はあるところいい面もあるんですよ。というのは隣接の土地所有者さんに何らかの連絡を取らないといけない。 訪問するあるいはレターを入れるっていう作業をするんですけど結構、えー、外出規制もあるのかもしれないですけど、えー、ご自宅にいらっしゃるのかそのレターに対する返信もしていただける方が多いですしで長期お留守ののとところが少なかったりというのでいいこともあったりしますねで連絡が取れればじゃあいつ立ち会いということなんですけどなかなか今難しいですねっていうことで、えー、メールアドレスをお聞きしてメールでやり取りしたりとか。 も現地でもしお会いするとしても簡単に説明するだけに終わったりとかいうようにしたりとかっていうことでまああの外出規制がある中でマイナス面ばかりかというとそのおかげである意味スムーズに進むようなところもあったりするのも事実かなと思います。まあ、この辺は業務の体系上なるべく前向きに捉えていきたいなとは考えているんですけどもはいでその中で協会の確定作業が済みました。次にじゃあ次に ね、こちらにあります。ね、書類を作成したり申請書を作ったりします。ね。そして登記申請をします。登記申請、これなんか法務局にシールを持って行ってますけど。実際には、まあ、この頃ね、電子申請をしたり郵送でしたりすることもできるんですけどもね。で、一週間ぐらいでだいたい完成するでしょう。この。 関係書類を納品して、えー、報酬をいただくっていうところなんですけども大体いいまあおまかにですけどもこの建物の登記っていうので10万円から20万円ぐらい、まあ、10万円ちょっとぐらいっていうところじゃないでしょうかね。でこの土地の作業については60万円から100万円とかこんな値段になってるんですよ。先ほど私が説明したとところかからするとなんかえらい 法外、えー、のお金を取っているようなんですけども、えー、じゃあそのお金は何やねんっていうことなんですけど実は技術料と責任代なんですよまず技術料ということに関しましては建物建ちました現地で確認して測量してこれを図面に仕上げましょうっていうところでもなかなか一般の人どこで何を測っていいのかわからないですよね。でえー、ここのの測量に対するこの 測量の機会困難についてもね技術的にはどんどん精度良くなってきてますこ、ね、新しい技術を身につけないといけないという技術量というのが一つありますそれともう一つは、えー、責任代なんですよその申請した内容に対する責任がどこまで取れるかなんですよ、えー、建物2階建て言って申請したけど実際には3階ありますよ まあこういう間違いは絶対しないようにしないといけないね。これを意図的にやればもちろん調査士としての資格の問題にも発生していきますねで、じゃあそんなにね、えー、責任取らなあかんのやったら土地の測量なんかで十メートルある言ってるところを改めて測ったら一センチ長いですよ短いですよこんなんで責任取らなあかんかったら大変やなと思われるかもしれませんけど、えー もちろん測量に対しては誤差があるので1 0ルを測ったところをもう一度測ったらいくら上下あるこの辺のもちろん機械的な誤差やえーえー人為的なもちろん誤差と言える範囲であればそれは意図的にやったものであれば責任は取らなくてもいいですただちょっと1 0ル切るけど1 0ルにしといたろうかまあこういうことに対してはしてはいけないというと責任代って言っても何か、えー 不正をしてはいけない責任ということもあるんですけども、まあ,あの自分のした成果について、しっかり責任を持ってやりましょう。という責任代ということでしょうかね。ただ、これについては、えー、土地家屋調査士の仕事を辞めてからも、その登記申請が残る限りは責任は取らないといけないでしょうね。まあ、ただ、ここについてはえー、まあ、事実違うことをしたら具合悪いですよ。っていうように取っていただいていいと思いますね。はい。 でそれに対する収入がそんなところでつまり何か仕入れるんではなくてほとんど自分の技術作業に対する費用が土地買う調査士の報酬といえるんじゃないでしょうかね。<laughs> じゃあこれらの仕事がどこから来るかなんですけども、えー、個人建築屋さん不動産屋さん司法書士観光所こんなところが考えられるんですけども、えー、多いのは実は 建築屋屋ささんん不動産屋さんですねというのは何かやっぱり動きがありますからね建築屋さん家建つ、ね、不動産屋さん、えー、家を建てるために土地を分割する土地はあるいは売買する、ね、で観光所より何か手続きをするんだで司法秘書士さん案外この仕事を来ること多いんですよ。何でかというと、えー、建築ん 屋さんが家建てて登記する時に、えー、これ所有者さん新しい建てた所有者さんの名前にしてあげてくださいねっていう時に書士さんんに依頼すするることがあるんですよそうすると使用書士さんは先ほど言いました誰の言う登記をしたいんですけどその前段階のどんな建物っていう登記は調査士に頼まなきませんちょっと表現悪いですけど下請け的に調査士に使用書士さんから回ってくることもたくさんあります。 では反対に調査士が司法書士さんに依頼をすることもあるかというとこれもありますね、えー、調査士に仕事がどんな建物登記してやじゃあこれ後の工程司法書士さん頼みましょうかっていうこともあるんですけどまあただどちらからどちらが多いかというと司法書士さんから来る方が多いのかもしれませんあと個人その家建てた本人から仕事あるいは土地所有者本人からこんな土地をするのでっていうことなんですけどまああの 都心ではこれは少ないかもしれませんね、えー、いろんな方が関与してて専門家が入ってくるのでその専門家から依頼されることの方が多いのかもしれないですということで建築や不動産屋さん地方書士これ辺からの仕事が多いのかなっていうところですでは次にそれらの仕事をするについてどのぐらいの設備がいるのかなっていうことなんですけど先ほど見ていただきましたね建物の統計をするだけやったらまず このコンベックスいるんですけどコンベックスホームセンター行ったら1,000円ぐらいで売ってますわそれで十分ですわで次に土地の測量をするとなるとこのような測量機がいりますこの測量機なんですけども大体いい値段的にはそうですね200万円ぐらいっていうように見ていただきましょうかねで案外このミラーこの小さいやつ困難がね5万円ぐらいとかしたりするんですよ、ね、まああの 何何年も何十年ももも十使えますけどもねじゃあ他に何がいるかなんですけどあこっちにあったかはいパソコンねでパソコンっていうのが特別にそういう高機能のものがいるかっていうと別にそこまでいらないのでご自宅にあるやつでも結構かと思いますわで新規で買っても10万円以内で十分使えると思いますわむしろあのゲームの複雑なゲームを え快適にする環境の方がよっぽど、えー、費用としては高くつくんかもしれないです。ではそれらがあれば仕事ができるのかというと、残念ながらもう一つ高いものがあるんですよ。えー、専用のソフトなんですよ。でこのソフトが、えーうん、150万円ぐらいとかねするんですよ。でテレビゲームあのゲームなんかのソフト ほどど複雑でではないんですけどやっぱり数出るものでもないですし値段的にはそのぐらい。ということで、えー、建物だけを登記をするということであればパソコンとそのソフトで土地の仕事もしたければやっぱり200万円そそこそこすする測量機械もいりますよあともう一つプリンター,、ね、ンターもやっぱり A3 まで少なくともきれいに印刷したいのでね えー、23万円のこうプリンターではちょっと難しいかもしれませんでも10万円20万円するプリンターであれば十分投機にも、えー、使えるんじゃないかなと思いますね。えー、費用としてはそののようなもので、ね、ということでまずパソコンと専用ソフト10万円ぐらいのパソコンと専用ソフト15万円ぐらいのものがあれば業務としては何とかやっていけるんかなというところです。では それらの設備も整えますよでも治験合格してからすぐできるんかということなんですけども、えー、こればっかりはなかなかね何て言うか難しいんですけども、えー、もしも事務所で実務経験するために修行するといったところでそれこそ1年2年したら十分できると思いますね。 というのは、えー、我々土地家具調査士は自分が事務所に、えー、やってる近所しか仕事ができないかというと全国どこでもででもきるんですよそうするとやっぱりその地域に,地域によっていろんな、えー、手続きの違いとかもあるので、ね、全国的にベテランになろうと思ったら何年もかかりますわ。ということでその地域だけ受けてるわけじゃないのでということである程度ね どこかの地域のものを経験したらそれでやっていけるかなってではむしろ経験ってどこがいるんかなっていうと先ほど言いました依頼者建築屋さん不動産屋さんこれらにこんな仕事いくらぐらいでどんなぐらいでできる期間どんなもんって聞かれた時にある程度答えれるっていうところが必要でし受けた仕事をこなすっていうところではで、えー、資格合格してる限りにおいて 皆さんんできるんじゃなないいかなと思いますねただ信頼の問題があるのでこんな仕事いくらでできんのいやちょっと聞いてみな分かりませんわちょっと多様ないしやめとこうかっていうようにな,れならないかなというところだけですね。はい、というところで、えー、実務経験をちょっと、えー、あってもなくてもそれなりの、ね、仕事が取れたらできますよというお話をさせていただきました。では 土地家屋調査士の仕事を始めようかというと、その前に土地家屋調査士になるべき条件が必要ですよっていうことなんですよ。どんな条件かというと、土地家屋調査士連合会というところに名簿に名前を載せないといけないんですよ。で、その連合会に登録するためには調査試験に合格しているあるいは登記官を通して特別にそういう 認定されるどっちかなんですよでなかなか当機関の方でも認定されるのが難しいと思いますので一番手っ取り早いのがやはり資格試験に合格そしてこの資格試験土地科学調査士以外の試験にはどれに合格しててもダメなんですよ司法試験合格してますわ公認会計士合格してますわ不動産鑑定士合格してますわといったところで土地科学調査士に 登録することはできません、ね、ではこの試験なんですけども、えー、どういう試験かというと、ねねえー、どなたでも受けられますどなたでも受けられます年齢制限もありません、ね、でただし先ほど申しました 調査師連合会に名前を登録するときには二十歳以上になってないといけないので未成年の方が合格したら実際仕事するまでは待ってやっていうことにはなりますで筆記試験です毎年十月の第三日曜日に午前の部と午後の部がありますでこの調査師試験というのは午後の部のこの十三時から十五時三十分の二時間半のものを調査試験と言います午前の部は A なのかというと午前の部は ある一定の条件を整えたら免除なんですよ。どんな条件かというと測量手法測量し、1級2級建築士の試験に合格されたことがある方はこれ免除なんですよ。で、この午前の面分を受けるよりも測量手法ね。これを受けた方が楽なので、大体調査士を受ける方には？ これ試験が5月にありますこれを受けてこれ同年の7月に合格発表になりますそうするとこの合格その年の合格をもって免除にできるということなので大体そのコースが、えー、王道という形ですねしたがってこの午前の部を受けて、えー、調査試験合格する方っていうのは年間で1度か0なんですよね。ということはもう ほとんどの方が前提資格なければ測量手法をまままず勉強しししょううとということになりました次に、えー、筆記試験合格した方対象に今度「口述試験」というのがあるんですけどこれについてもあまり調査試験やとあえて言わないんですよ。なんでや言うとほとんど合格する方。これどんな試験かというと筆記試験この午後の部合格したんがほんまに本人かっていうのを確認みたいなもんですわ。 代理ししてて誰かか受けたんちゃうんちゃゃううのカンニンニグしてへということでつまりこの筆記試験自分で合格したっていう実力のある方はこの口述試験絶対合格できます。ほとんんどの方落ちませんでということでこの調査試験はこの午後の、えーね、この2時間半にかけてください。じゃあどういう内容のものかということなんですけどもね、えー、択一が20問出ます。 五社択一です。で書式って言われるものが土地と建物それぞれ二問出ます。で合計二十二問。これを二時間半で答えます。でこの点数が非常に高いんですよ。だいたいこの頃はね八十点以上になってます。八十点以上が合格の国家試験って少ないんちゃいますかね。ということは逆に言うと問題がそんなに難しくないですよ。ということなんですよ。 ではどういう対策を取っとかないといけないかというと、えー、過去に出た問題は必ず解けるっていうのを繰り返し練習しておけばまあそのプランとしてはですね、えー、このように初学者からでもインプットね要は 新ししい知識を導入すする勉強をしますでもし測量手法を持っていない方は並行して勉強するそしてある一定レベルになったところで直前ファイナルトーレンっていう試験形式のものを経験するではこの間どのぐらいかというと1年ぐらいですね要は1年で合格レベルにでもまでなりましょうでは1年間どのぐらい勉強しないといけないかということなんですけどこのえ講義ですね い週間に5時間に時ペースぐらいで進むんですよで講義を受けていただいた倍ぐらい復習してくださいねっていうペースを続けます。ということは講義は5時間受けていただいて一日2時間平日勉強してください土日は休みか講義を受けましょうかという感じでしたら一日2時間 微妙でしょ1日2時間って楽勝とも言えんけど全然無理とは言えないじゃないですか。でこれを1年間受けてもらうと合格レベルには必ずなれますわ真面目にやっていただいたら。ただ合格実際できるかどうかは別なんですけど少なくとも試験合格レベルにまで持っていくことができるっていうところなんですよ。<laughs> ね、じゃあこれを受けずにえ独学でやったらどのぐらいかかるかっていうことなんですけど独学でやられる方ね まあもちろんその能力もあるでしょうけど大体3年以上かかったりしますねでは3年以上かかっても独学の方ってだいたいこの分の試験形式の通れんって大体受けられるんですよ。じゃあこれ3回受けるよりはこれ1回通して1発で合格するっていうのが実はもちろん期間的にもいいですし費用的にも実はね少ない費用で いけるというのがこの、えー、システムかなと思いますね、はい。というところでこれを1年で合格,する合格するとその後はもう登録できるので土地家屋調査士としての仕事ができる。で仕事をするにあたって経験はというと、ね、この経験については、ね、仕事を取れさえすれば一個一個こなしながら経験していっても できるのかなと思いますね実際ねあの私の生徒さんで試験に合格できましたでもずっとサラリーマンやったんです「どっか勤めに行く必要がありますか?」というのに対して、えー「実は友達に司法書士はいてるんです」っていう方なんか「じゃあもうその司法書士さんから仕事がもらえるんであったらもら,もらいながら一回やってみたら?」ということで合格して。 ね、全く外に修行を行かずして登録されてその仕事をこなして1軒目の仕事建物新築ですじゃあ私も手伝いますわって手伝いました2軒目から1人で支払いますわというように、えー、自分で始めることによってどんどん成長していくこともできますし実は調査司会に登録すると研修会もありますし必要な資料 ね、いろんな登記の実務士もいっぱいくれますのでどんどん知識が増えていくっていう形でそのようなことも可能なんかちゃうかなと思います。ということで、えー、だいたいこの1年を目指して土地家屋調査士の合格して仕事に対して、ねえー、始めていきませんかっていうことでした。ねえー、今日は土地家屋調査士について業務 ね、資格学習方法などをお話してきましたけどもどうでしょうかね魅力的な資格と思っていたただけましたでしでょうか、ね、特にこの外出規制がある中で、ね、なかなか作業難しいこともあろうかと思うんですけども土地価格調査士、ねえー、今言いましたような特徴があるところなんで、えー、ね 外出規制の中でもうまくその利用して仕事をやっていくことができるんじゃないかなと思ったりもしておりますであとこの頃行政手続きがね外出規制の中もあってオンライン化などによって一般の人がどんどん簡単にできるような方向性になりますという中でいろんな資格っていうのの存続が危ぶまれているところなんですけれどもこの土地家屋調査士 というのは土地建物の現況を調査しなければならないという部分がありますので、ね、まだまだ専門家である調査士が登場しなければならない機会というのはたくさん残っているということでえ、ね、一般の方がオンラインで全てやっていけるというところは難しいんじゃないでしょうかね。ということでまずは調査試験に合格してこれに従事していただければどうかと思いますね。 えー、レックの講座を受けていただくことによって、ね、調査士について全く知識がない方、ね、つまり一からなスタートでも1年間の学習で合格レベルにもなれるし実際に合格されている方もたくさんいらっしゃいます。ということを、えー、締めの言葉としまして、えー、本日のガイダンスは終了したいと思います。えー、ごご聴ありがとうございました